始まりました。今日は竜の祭典魂フェス、ドラゴン魂フェス、ドラ玉を、7パック買ってきたんで、ちょっと開封したいと思います。ちょっと車の中で申し訳ないんですけど。はい、では1パック目。まあ、狙いはドルバロム D と、あと、ライオネルですね。あと、メビウス。表紙のメビウス、あと1枚欲しいですね。ペトローズ。箱押し DD。メビウス!やった !3 枚目です。はい。ちょっと、やば。はい、3枚目のメビウス来ました。ちなみに、ゲオで買ってきましたんで、これ。はい、店員さんすげえ。ドラゴンラボ。まあ、前回出なかったからね。7パックちょっと買ったら出ましたね、メビウスがいきなり。2パック目。あとドルバロム D とライオネルですね。もうメビウスはあと1枚で4枚なんですけど、3枚デッキに入れてちょっとデッキ作ろうと思ってるんで、もうメビウスはそんなにいらないです。リップオッピー、タイマンドツクデ、ノースグランデ、ヘブンズダブルテイル、ドラグストライク。まあ、こいつ結構ドラグストライクは結構強いですね。強いけど5マナなんで。まあ、ドラゴンなんで、ドラゴノイドなんでダメか、コッコルピアは。まあ結構使えるとは思うんだけど、マナ加速すれば、ね、はい。なんか今日は当たりがすごいね。悪魔竜、腰がヘビー。レアですね、普通の。バザガジラゴン。そして、アマテラジルですね。これは2枚目です。あ、違う、3枚ぐらい持ってますね。ダークルピア。送信竜、ウェールバビロニア。これも結構強いカードですね。いや、今回ちょっと当たりがいいですね。まあ、レア出たし。はい、まあもう十分すぎる収穫が。はい。ってことで、何パック目だっけかな?3パック目ですね。いや、メビウス来たんで、もう何も出ても大丈夫なんですけど、ペトローズ、百鬼夜行、ジオブリード、ジャジャンカイザー、ニュートン専用パンツァー、だろうね。もうメビウス来ちゃうともうほとんど出ないか。多分ね、キリコとか出そうな気がする。また、これでキリコ4枚目揃うからね、出たら。予測、当たるかな?箱押し DD、ドラグメントスロット。お!ドラグハートだ。はい、ドラグハート来ました。まあ、これも俺集めてるんで。集めてるってわけじゃないけど。ディメイジョンチョーカー、これ結構強いっすね。はい。このクリーチャーがバトルゾーンに出したとき、ドラゴンすべて自分の墓地から手札に戻しておいて、良い。っていうね。結構強いっていう。はい。落ち肥やしの闇は強いですね。6パック目。まあもうメビウス出たんでいいでしょう。ノースグランデ、アリエース、リップウォッピー、セブンス、バジラセカンドか。まあいいですね。正直、鳥獣バジラの方が良かったですね、セカンドより。まあ、鳥獣バジラ。一応制限ですけど。はい、ラスト。ラスパック。さあ、何が入ってるだろう。まあ、ビクトリーカードもう1枚出ちゃったんで、もう1枚ライオネルが出たら神ですね。ライオネルもしくはドルバロム D とか。まあ、そんなにうまくいかないのが、まあ、ゲーマです。熱血、タイマンドツクで、ルナークロロ、ジオブリード、ダークルピア、コルティオールってことでした。まあ、あのね、今回は本当に当たりだと思いますよ。俺は。まあ確かに、7パック買ってメビウス1枚だったんですけど、メビウスが出れば元取れてるわけですから、はい。とても良かったですね。まあゲオで買って正解でした。他には、ダルク・アンジエルっていうドラグハートクリーチャーが1枚と、アマテラジル。これはまあ結構持ってますけど1枚。そして、レアのバガザジーラゴンが出ましたね。はい。ってことで今回こんな感じでした。本当にこれ嬉しいですね。もう3枚目なんで。はい。あと1枚、ちょっとね、保存用にちょっと欲しいっていう感じですかね。まあ、つうか、あんまりこのデッキ、まあ、作る予定あんまないんですけど、まあ、一応、メビウスのデッキは作る予定です。メビウス単体のね。
はい、ということでご視聴ありがとうございました。